皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トランプ前大統領の声明の中から一つご紹介します。2022年7月21日、マイク・ペンスは、私や他のみんなに言いました。不代連人団について彼ができることは何もなかった、と、それは石に刻み込まれています。しかし、もしそうなら、どうして民主党員とライノは、 バイスプレジデント VP ができることは何もないことを確認するために一生懸命働いているのでしょう。これは大きな出来事でした。なぜならマイクを集団で囲み込んでその選択はできないと言ったので、マイクは大規模な不正不大例と不正に基づいて最終形と修正を行うために候補者名簿を各州に送り返すことができませんでした。 私が提案したのはこれだけです。このことは、不代入れを変える出来事であることが証明されたかもしれません。そうすれば、インフレも起きなかったでしょうし、ガソリンも安いままでエネルギー独立を保ち、ロの国とウの国との戦も、桁違いの亡くなった方もいなかったでしょう。この紛争は決して起こらなかったでしょう。閉じ。 アフガニスタンを同じスケジュールで去ったでしょうが、威厳と強さを備えながら去ったでしょう。バグラム空軍基地を維持し、兵士も亡くならず、アメリカ人の人質一人も出さず、タリバンに850億ドル相当の一流の軍事装備も与えなかったでしょう。衆議会が発見された詐欺、虐待及び、 不規則性の全てを調べることに挑戦していたのなら、どれほど違っていたことでしょうか。私たちの国は全く異なる世界だったでしょう。以上、トランプ前大統領の声明からご紹介いたしました。そして、お願いなんですが、ことふみこおりアまでは、3つ目のチャンネル、ことふみこおりアマ3を解説しております。こちら、万が一の時のために是非、ぜひ、 チャンネル登録と通知ボタンお願いいたしますと申しますのはこの間もメインチャンネル琴文郡山が2年弱前のジュリアニー元ニューヨーク市長さんの動画を吹き替えたものが強制削除されるという出来事が起こっておりますまあもうだんだん慣れてきてしまって皆様にご報告するのを忘れていたんですがそしてまた サブチャンネルの琴文マツ2では最近123456789というあの関連の話題を朗読するシリーズもしておりますのであちらもハラハラドキドキしながらアップしておりそして一番新しいものはやっぱり黄色信号が出てしまっているのでいつ何時何が起こるかわからないので安全のために琴文氷リ3もぜひ チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。